精神の効果に落ち込んでるわけで、
ウクライナは1秒で奪ってくれば1秒で今は死ぬね。多分これ10秒出したら10秒で1秒出したら1秒で彼はなんですけど、でそういうところに申し込んでないのって言ったらやらないの、やらないとこれは発表せずに何かやってきて、何かやってきて、そのアクションでやっちゃうってこういうふうにやってるわけ。彼が納得したときに、スキーリングで、なんかギュッてなんか、いいよ、なんか言うにして、バッバッって、ね、引っ張り込まれちゃったらやられちゃう。だけど、自分が安定して、引っ張り込まれちゃう。その時に、こう、けれど、自分が安定してることが、精神が安定してることが大事。肉体はダメでも精神だね。それが難しい。あの肉体同士の調査ってあるじゃないよね。だから精神まっすぐの状態でいつでも何でもできますよ状態、いつでも何でもできます。でここは揺られてる、上げてる、上げないとできない。ここ執着してたらここしか見えないんだから、だから見えない。重心、ここが重心、彼の重心、ここに広げる。ここで太ってる。で、そこの練習が、みんな、そういう練習でやる。やれば、と。その人、そういうふうに思った方がいいんじゃないかなと思うんだよね。だから、だから、体操とか運動とか、それ近くの気分とか、そういうのが違うから、まあ、体っていうのはすごい特殊で、肉体を持ってないと、すごい不便な、そういうことは。だから、不便なのはもう捨てちゃってるの。で、捨てちゃって、こう、運動してるのね。で、精神は自由なんですよ。で、足も、しっかりできるんだってことが分かってた。あの、今まで経験でね。こうやって持ち込まれちゃったら、もう、ダメなんだよ。こう、立っちゃって、筋肉になっちゃう。だから、それは、なるべくやめる練習。やめて、それで10パーションしちゃって、そうすると体って倒れる。そういうふうに、こういう健康したい。で、今度は足、こう下半身とか足とか自分のもんなんだからね、他人を動かすなんていなくても自分は動かすね。他人を動かすなんて困らないで自分を動かすな。それが終わってきたら腕を持ってくればこうなってる。自分のものは、で彼がいて彼の手を張ってやる、張って上げていこうとしても筋肉が負けてるならできない。でも自分の手だったら当たるんです。だからで足が自由だった、目を返してくれる。足の練習するときも足は自由に動かすよ、手も自分でなくて思いました。そういうところ分かってきやったんですよ。じゃないと手をどうしましょう、自分の手を使いましょうね、教えちゃうんじゃなくて、教えとってもいいんだけどじゃなくて、精神こっち関係ないよね、こっち関係ない精神ここで上手したらやられちゃう。あ、だから精神全然彼が何してるか分かんないし、自分さえまっすぐなんだよ。そういうで、ちょっといつもやってない人足自由に動かすよ。徹底で上手したい。足で、そういう話が立ち通りは大事なんですけど、それをやってれば失敗してもいいで、そういう形日本はあるけども、やってる人の精神はそう、まあ、あなたの手にて例えば死んだなと思ったら、死に行かないでしょ。これは見かければ、分かったんだよね。
れば、これやると、あ、そうだったっけって言われば、じゃあやりましょう。仕事で経験するのがいい。経験っていうのは、人生経験が長いので、長いのは、何回やればいいよ。子供のうちはあんまりわかんないんだけど、あ、それを一生懸命やって、人生経験するんですけど、いろいろ入るとまずいなっていうのも分かってたり、自分が分かってたりとか、いろいろできちゃったりとか、こういうことを学んできて、それでだんだん無駄なものが捨てて、いい部分だけに取り込んでいくと。で、再起動も同じなんです。再起動もパチッと曲がってやったら、やばいじゃんって、やっぱ曲がってやっていただいたら分かる。でも稽古してるとね、あ、こうやって曲がったらやばいじゃんだっていうのは、だから曲がんないようになるんですけど、曲がんなくするためには、終わったら行っちゃうから、ね、足準備しなきゃいけない。足を準備しなきゃいけない。気に行かないで、足を準備する。で、正中線が外れたら引っ張り込まれてやられちゃうから、正中線の方がいいんだ。こういう形状。で、そういう経験を積んでるわ。積んでるから稽古が必要なの。稽古しないで、本だけ読んでると、こっちも教えてくれないから。で、稽古をたくさん積んで、だから稽古はなるべくやった方がいいんですよ。あの、やらないように。いろいろこの中にこうサポーターがいるいろんなことがこうやってこうやって入ってきたからやられちゃう手さるから使うものがいいんですよ。男の手邪魔だからやらないんですよ。外れてたら頭まれちゃうから外れないようにした方がいいんですよ。いろんなこと言う人いるんだけど、まあそういうことなの。だから、あ、そうですねって言われちゃいいんだけどね。あ、それです。じゃあ経験が大事だね。たくさん稽古してほしいなと思うんですよ。楽しく、僕の目標は、まあ、本場でなんかでもね、どういうの中で一番楽しんでやるっていう、そういう、俺が一番楽しんでるって、そういうのを目標なんだけどさ、でもあんまりもうまくなくて、しょうがないですよ。楽しみって、稽古、それ続かないから、もう楽しくなる。先生も楽しくないのに、そういう人は、楽しむっていうね、楽しむし、でこうやって失敗して、ああ、やっぱりいう風に、じゃあ次はって、つまんないな。で、次は足が固まってたら、やっぱり生まれた時に、さーっと止まっちゃうから、だから、足は自由ですよって、こう足、引っ張る人も、足自由でね、人、こう早く後ろに入れるとか、そういうことを、だから、なんていうか、楽しくもないし。形として、合気道の形としていろいろ学びがある形がいろいろあるんで、で今の小投げも足自由だと、腰自由だと、隙間につけてこう、そういうことがあります。それで形っていうのはこう、削られてるから、今度は、もう何度も言ったらもう何度も言うんだけど、まあ、今度はね、今の小投げでこういう抜いていくと、これね、引っ張って、抜けないの。力だけ落としてる。でも、彼が出た瞬間、彼がこう出た瞬間に負けたら抜けちゃう。どんなに力持っても大体、まだ引く、まだ引くから、まだ引くから、ないんだけど、こう正中線持ってきて、ピッてやると抜けちゃう。で、抜けちゃった時に、抜けちゃいながら自分はこっちにちょっと。そうすると彼はね、こう来て抜けちゃったの。こっち、彼は何もできません、私は何でもできませんよ。で、もう邪魔しないで、彼の場所、この辺、どんどん来てくださいね、どうやると、こう組んできて、上から来て、これ形なんです。いろんなことはできますよ。でも、共犯に出るのは、みんなで片手持ちのみんなで、それがこういうふうに尽くしたんだけど、それで伝わらない。何もしないで。
切れない場所がかなり近くになって、あれを執着する。なんでそれは、そういうのが共犯の形になっているから、で、それを続いて我々で、そういう形で。